おすみさんがめっちゃ出してるから、パーフィット。パーフィット、はい。この子をこれだったら同じことができる。はい、インズハウス、インズハウス、インズハウス。よしおぶいろぐです。こんばんは。出だしの撮影を後から入れてるんですけれども、ちょっとですね、路上なんで恥ずかしいと。で、本日は昼間から 41PX に行ってきました。なぜかというと、ターゲット1というシューティングレンジを貸し切って、みんなで遊んできたんですね。ね、貸し切った。で、この面々です。ちょっと映してください。タッチーさんもいて、皆さんがいてですね、はい、ハセピーが終わった後に参加して、その後にみんな来て、ジャネットさんも最後来るっていう、はい、そんな感じで動画撮影したんですけれども、今日は 41PX の動画も入れなきゃなと。で、出だしの撮影をし忘れて、今お話しさせていただいてるんですけど、レッグホルスターあるじゃないですか、はい、レッグホルスター。で、レッグホルスターって、足の腰のこの膝のところまで来るから、どうしてもつけてると動きにくいっていうのがあるんだけど、たまたまワンチェンさんが紹介してくれたアイテムが素晴らしいものがあったんで、店内撮影、そしてまたキングさんがですね、あの人変態ですよ、この間はガスコキです。で、本日は CO2 コキ。 CO2 コキって何かというと、 CO2 の威力はそのままに全く音がない素晴らしいガン、はい、その時の動画の模様をどうぞ。タッチさんが今日プレートキャリアマルチ、グリーンのやつをゲットするとか開けたんですよ。なるほど。めっちゃ優しい。何にもないんで、はい、そこにマグポーチをどれかやりたいんですけど、はい、やっぱこれは装備のプレスペシャリストであるですね、このやらしい人に。やば。よろしくお願いします。タッチさん、ちょっと、まあ、全部買ったらいいと思うんですけど、はい、今日もし買うならば、はい、ちょっとワンチャイさんにせっかくなんで、はい、選んでもらう。教えていただいて。はい。まあ何もついてないならとりあえず手っ取り早くっていう面で言ったらこの辺とか買ってもらえれば、はい、最悪ピストルとかも買えます。あ、そうです、はい、まあ、僕のはライトついてるんですけど、ライトが外れてる状態だったらつけてもらって、ここにゴムバンドが来るようにすればじゃピストル出すことも可能なんで、はい、まあ、こういうのもありだなと思うんですし、はい、うちではちょっとお取り扱いがないタイプになりますけど、はい、まあ、こういうタイプになるとここがすごいこう広がるのと、はい、ゴムのそのテンションでマガジンをこう抑え込んでくれるんで、はい、今僕がつけてるポーズ一緒なんですけど、あ、はい、走っても抜けないんで、あ、抜けない。でも手で持てば抜ける、はい、まあ、一応これこう紐つけるんですけど、はい、中のテンションがしっかりしてるタイプなんで、はい、抜けないんですけど、この子も同じような感じになるんで、はい、それかっこいいっすね。いいですね。ファーストスピアーってとこのやつ、高いやつですね。あ、ピーって入るんで、そうですね。やめときましょう。これ俺ちょっと今俺この、あ、この付け方勉強になるな。すげえ。いいっすね。これはもう完全にファーストラインっていう、まあ、腰装備をファーストラインって言うんですけど、はい、まあ、ここでまずは全部揃えられる。うん、これいつも僕携帯差してるんですけど、仕事用に使うんで。はい、これやるんですけど、はい、一応 M4 とか AK のマガに刺さるポーチなんで。あ、いい。まあ、たけしさんこの装備好きで、はい、僕たちの銃を超えますから、はい、そうこれとかうちのオリジナルね、うん、ね、こうやって使うんですよ。あ、そう、なるほど。見た目から入りたいじゃないですか。だから俺中で、はい、やっぱり今日色に合うのはこれかなと、はい、で最初からやっぱりさ高いもの買えないし、はい、形から入ってって、はい、そこでまず感覚をまず麻痺してってほしいんですけど、でまずこの1580円の値段で麻痺していただいて、はい、でその後にですね、はい、この人の顔のようにどんどん、うん、はい、これですね、やっぱ大人の階段をこう登って登って、はい、左ピューンって飛ぶと、はい、面白みも何もないんで、やっぱこういう、はい、ゆっくりゆっくりで買ったけど、はい、何ですかね、こういうタイプはこうなんだっていうのを理解した上で次にってもっと良くなっていくっていう風になると思うんで、はい、じゃあゆっくりやった方がいい。そうですね、ちょっと一大一段ちょっと、うん、そうです、はいはい、どうぞ。今回これちょっと購入させていただきます、ね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ベルトってここのじゃないっすよね。このベルトはここので。あ、これってもしかしたらそこにあるモール、これですか。リガーベルト、これですか。はい、分かりました。あ、リガーベルトにこれどこが違うんですか。これラピッドファイアはあります。
この細長いのが1個だけです。これだけ。これラピッドファイヤー。これラピッドファイヤー。はい。で、こっちが、まあ、ピー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 入る音。あ、すげえな、これ見本になりますね。まあ、いろんなメーカーもなってますね、うん。僕が一番いいなって思ったポーチたちをいっぱいつけてる。はいはいはい。ちなみにアサルトオリアあるじゃないですか、そこに。ここありますね。マガジン、つか、ホルスター2つっていうのもありなんですね。ありですよ。これは左用と右用なんで。ネタ重要とガチ重要です。え、ちょっと腰巻いてみてもらっていいですか。どの位置に来るのかちょっと気になるんですけど。あ、かっけえ、やべえ。このまま戦いに行けますよ。ありがとうございます。あ、いい、いい。あぁ。あかっこいい。うん。そこですよね。で後ろになって、あ、真後ろ。真後ろにアサルトオリアで、そこから横なんか、後ろでも取りにくくないですか？リボルバーつけます。あぁ。ありがとうございます。これちょっと勉強になりました。はい。じゃあ最後に。はい。皆さん元気になれ。これ何ですか？これ音響爆弾です。え、BB 弾じゃないですか？これ BB 弾じゃないです。ここにフィルム貼って、うん、バーンって投げると、ここが、ボーンみたいな。え、それ、フィールドで使っても怒らないですか？使えるとこと使えないとこがあります。え、欲しい。これ、どこで売ってるんですか？これ。これ、あ、今、うちにはないですね。これ、サイクロンっていうメーカーさんだったはずです、はい。の音響爆弾です、ね。音響なんですね。はい、じゃあ、ビビらせるだけ。あ、そうです。これをビビらせるようで、このポーチはその弾が出るようです。ああ、はいはいはい。あ、いい。これもしかしてあれ今これ気になったんですよ。これがこれこれこれレッグホルスターじゃなくてベルトから伸びてるところにゴムついてるじゃないですか。そうですね。すげえいい。これ欲しいですね。これ。これはサファリランドっていうメーカーですけど、はい、今おすみさんがめっちゃ出してるから、はい、パーフィット。パーフィット、はい。この子をこれだったら同じことができます。はい、そのパーフィットにつけてアサルトはここつかんつけないですもんね。これにパーフィットを接続して腰から下に下げた状態。こうなります。ですよね。見たことになります。俺レッグホルスター持ってるんですけどガチャガチャしてこの膝じゃないですか、うん、邪魔すぎて外しちゃったんですよ。あ、すげえいい。ベルト入れてしかもすぐ下で止めれるっていう。あ、これいくらですか？これはですね3980円です。はい、買います。はい、買います。買います、買います。もうすぐ買い、これはすぐ買える、うん、大丈夫ですよ、いっぱいあるんで。はい、買います、買います。これはめっちゃ便利です。足元ちょっと腕伸ばすとピストルが抜ける状態になるので、はい、ベルトがここなので、ここにもしまった場合ピストルこの辺になって、そうそうそう、だからそう、そうなんですよ。そのちょうどいい太ももの位置、レッグパネルってこの辺になっちゃう、はい、腕を伸ばしきるんですけど、この子だとちょうど手を下ろしたら抜けるんで、はい、まあ、これと同じような感じになると思ってもらえればいいかなと思います。そうですね。そのホルスターすげえかっこいいですけど僕はパーフィットでいきます。それ多分これちょっと今見ててやべえなと思ったんですけど、これはまたピーを入れてください。ね、ピーが入るやつですね。そうですよ。これかっけえな、やべえ。ありがとうございます。はい。見えない。あ、押さえてあるんですね。はい。なるほど、なるほど。もうちょい伸ばす予定です。はい。この人が作りました。いや、すげえ。はい、ありがとうございます。なんか CO2 コキっていうんですか？ CO2 コキ？キングさん。はい。CO2 コキ。今 CO2 ガスコキ CO2 バージョンみたいな。ガスコキ CO2 バージョン。え？ちょっといい？音。すごい。やばいよ。やばいっすね。CO2 呼吸。はい、こんな感じです。本日ホーチマピークス撮影させてもらったんですけども、タッチーさんはですね、タクティカルなプレートキャラリーにアイテムを買うときにワンチャンさんに紹介してもらって、はい、そして僕はタッチーさんの軍拡に付き合ったつもりなのにもかかわらず自分で軍拡してしまうっていうね、ホルスターの結構な
量を買ってましたね、はい、そんな感じで本日は 41PX からお届けさせていただきました。このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ちなみにですね、シューティング版、ターゲット版、ターゲット版のシューティングレンジの紹介動画も撮りました。その動画が先なのか後なのかはちょっと怖いって、編集の度合いで楽な方を先に出しますんでよろしくお願いいたします。それでは I'll be back。